エルチチャンネル。サンズオブザフォレストを続けていきます。ここは腰掛けとしての拠点作りをしたいと思っている。あら、それじゃ作るのはこの小さな建築物？うむ、まずは肩慣らしだ。それじゃ、またケルビンさんの力もお借りしましょ。ここに小さな拠点を作っていきましょうっと。私はひたすら伐採していくぞ。背の高い木が多いから、一本切れば何本もの丸太ができそうね。おう、近代的な斧を本来の目的として正しく使えるんだぜ。ケルビンさんが転がっていく丸太もしっかり追いかけて集めてくれてるわ。この島でも本格的な建築は今後は必要だと思う。まずは、何事も様子を見ていく意味で肩慣らしをしていくぞ。小さくても本格的な丸太小屋ができそうね。何本くらいの丸太があれば完成するのかしら？75本だ。ん？75本だ。75本。うむ。何？多すぎない？この前作った避難所が丸太が5本だったのに今回は75本。何人もいればすぐに組み立てられるさ。一度に運べる丸太は2本なんですけど。運搬方法の模索はさておき、ケルビンも手伝ってくれるからすぐさ。どんどん組み立てていけば夜までには完成するだろう。夜までにってさすがに間に合わなくない？間に合わなければ、先ほどの娯楽バンカーにでも泊まることになるか。あそこは崩落もあったし気が進まないよ。まあ、その必要はなくなったかな。ほら、小屋の完成だ。早いー。この島で初めて作った家の建物だ。悪くない出来だぜ。早速中を拝見。あら、思っていたよりミニマム。75本の丸太ではその大きさになるのか、ふむふむ。雨とか風はしのげそうではあるかな？原住民の脅威からも身を守れそうではある。何より、やはり私と霊夢のみならず、ケルビンの貢献はとても大きいんだぜ。確かにとても助かったねー。ケルビンさんとても頼りになるわ。想定よりも時間があるので、丸太置きや、焚き火をする場所なども作っていこうか。マリサさんが張り切ってる。ケルビンさんも働き者だし、食人族さんのことを忘れちゃいそうなくらい和やかな時間だわ。うお、霊夢。食人族が襲ってきた、助けてくれ。むむ、話をすれば現れるだなんて。体中に白い模様を描いており、浜辺で見た食人族と同じ武器を持っている。わわ、マリサさんが致命傷を与えたわね。斧の切れ味が凄まじい。なんていうか、食人族さんってこの島にたくさんいそうな気がするよ。いつ何時現れるかわからないんだぜ。そうだ、こんなに騒いでいるんだから、新しく武器を作って、もしもの時に備えましょ。ほう、何か新しい武器を作れそうなのか？棒を2本、ロープを1本、ダクトテープを1個使って。できました、原始的な弓。弓か、それはとても懐かしさを感じる武器だぜ。3D プリンターで弓矢は作ったからね。これでいい感じにお肉を捕まえられるんじゃない？足の速い野生動物も、それなら仕留められる可能性が高いな。どこかにお肉は、いた、小鳥さん。ほう、小鳥ならその羽が重宝すると思うんだぜ。狙い方が癖があるけど捕まえられた。弓矢は回収すれば何度も使い回せそうだよ。肉は取れたか？小鳥さんじゃ小さすぎて食べるところがないみたい。私も弓を作ってみたぞ。むむ、目の前に食人族が来てるじゃないか。いや、いつの間に。ここは先手を取らせてもらうぞ。すごい、頭に命中した。とっさの先手だったが、この姿も食人族で間違いない。危なかったぜ。大きな音を立てて建築していたから見に来たんだね。ってことは近くに他にもいるのかしら。私は、食人族だろうと弔うぞ。わあ、祭壇まで作っちゃったのね。私が弓を作っている間に、マリサさんいつの間にこんな祭壇を作ったの？そこは祭壇ではない、休憩ができる小上がりを作っただけなんだぜ。人間さんを焼いてると祭壇にしか見えない。おお、弔いをした食人族が骨を残してくれたか。むむ、マリサさん、これであれを作る気ね。人骨は使い道が多い。使えるものは人の骨でも使わせていただく、これがサバイバルだ。そうね、私たちも生きていかないといけないもの。一人から骨がたくさん手に入ったので、骨を4本とダクトテープを1個、それとロープを1本集めて、全部組み合わせてみるよ。昔は骨と布で製作できた、骨の装備を作るんだぜ。これを体に装備すると頼もしい防御力があるのよね。私も後で作ろうと思うが。霊夢、周囲が暗くなってきたので頼みたいことがある。あら、真っ暗になるの早いね。明かりを作るのが間に合わなかったが、川で水を汲んできてほしい。はーい、近くにある川に行ってきます。暗いから足元に気をつけるんだぞ。オッケー、松明があるから大丈夫。そろそろ飲み水を作れるようにならねば、エナジードリンクが切れたら困るんだぜ。飲み水ね、この川から直接飲めそうだけどやめておいた方がいいのよね。
うむ、病原菌や微生物は目に見えないからな。隊員のキャンプ地で譲り受けた調理鍋を使っていこうぜ。ほいさ、調理鍋にお水を満タンに入れて焚き火のところに持って行って、川のお水を煮沸消毒するんだね。調理鍋なのだから、中に食材を入れて料理もできそうだよな。とりあえず綺麗なお水を作ってみましょ。調理鍋の蓋をしたら、あとは放置してればできると思う。娯楽バンカーの 3D プリンターで作ったフラスコに水を入れられるかも試そう。清潔な水を持ち運べるようになるのはサバイバルにおいても大事だ。どれどれ、このフラスコにお水を入れると、エナジードリンクの缶よりもたっぷりの水分が入る。エナジードリンクの4倍くらいは水量があるんじゃないか。調理鍋いっぱいに煮沸したから、マリサの分も入れられるわね。2人分にはちょうどいい。そういえばケルビンさんはお水とかいらないのかしら。彼は彼でいろいろ持っているようだから問題ないぞ。ごくごく、この島に来てから初めての真水ねー。水を飲むだけでも苦労するよな。でもさ、安心して休めそうなお家もできたし、今日はそろそろお休みしましょ。何事もなく朝を迎えられたらいいのだが。やだ、マリサさん変なこと言わないで。警戒しすぎかな。そうよ、疲れたからゆっくりしましょ。霊夢、起きろ。な、何の音？ここが襲われている、急いで起きるんだ。キャー、お家の中に食品特産が入ってきてる、なんてことだ。うわわ、丸太小屋が崩落しているんだぜ。大変、お家の外にも食人族さんたちが来てるよ。嘘だろ。食人族たちの攻撃で丸太小屋が壊されてしまった。ひどい、まさかこんな夜中に襲ってくるだなんて。うおー、許さーん。襲ってきた食人族さんの残りはその人だけみたい。そうだ、ケルビンさんは？ケルビンは、GPS を見るに、川岸の方へ真っ先に逃げていたようだぞ。無事でよかった。もう少し眠っていたら危なかった。ああ、私の丸太小屋が、マリサ元気出して、怪我した人はいないからね。ほら、アライグマさんからこんなに美味しそうなお肉が取れたよ。そうだな。三人とも無事だったのは不幸中の幸いだ。しかしながら、まさか丸太で作った小屋をこんな容易に壊されてしまうとは。屋根がなくなっちゃった。この落とされた丸太をまた組み直せば修理できるんじゃない？どうかな。一本一本組み上げて建築したので、一度ばらけさせて再び組み直すしかないんじゃないか。こんな夜中にその作業は大変。そうだ、昔作った道具を思い出したんだけど、傷ついた建築物を修理するのに使っていた道具、あれを作れば直せないかしら？修理ツールのことか。そうそう、それ、岩と、棒と、ロープがあれば作れるみたいよ。ふむふむ。昔はそれさえあれば、建築物を簡単に修理することができたのだが。作れたわ、修理ツール。まさか家の中にまで入ってくるとは思わなかった。不覚だ。こうして扉も作っていたけど、これじゃ簡単に開けられるわね。もっと対策を考えねばな。修理ツールでトン、トン、トン。治ったかな？いや、全然治ってないな。むむ、見知らぬ防地を発見。それは食人族の所持品じゃないか？そうみたいね、革製の防地。うわ、霊夢、その革をよく見てくれ。人の耳の部分があるんだぜ。むむ、これって人の革で作られた防地？中にはダクトテープとかコインとか、お薬なんかが入っていたよ。使えるものは人の皮だろうと使う、ということか。食人族さん、容赦ないわ。うむむ、私たちも生半可なサバイバルはできないんだぜ。この食人族たちの骨を残さず使っていこう。すごいよ、これだけあればたくさん防具を作れるね。数人分の骨だ、骨の防具をいくつ作れるだろうか。骨の装備は、頭や両腕、胴体と両足、全部で10箇所装備できるみたいだけど、そのぐらいは作れる量の骨が集まったわ。同時に使用する、ダクトテープやロープも十分にあるからな。私は今、骨の装備以外に、3D プリンターで作ったテックアーマーを1箇所装備しているんだけど、防御力に違いがあるのかしら？骨よりも怪物の不気味な皮の装備。不気味な皮の装備よりも、テックアーマーの方が防御力が高そうな気がする。この先、防具についても注目してみましょ。そんなこんなしていたら、もう日が昇る時間になってしまったぜ。屋根のない天井から見える綺麗な青空。私たちの丸太小屋が、かなりへこむ。とりあえず、一回ご飯の時間を作りましょ。マリサも元気が出るような美味しいご飯を作るよ。おお、ちょうど喉も渇いて腹も空いているんだぜ。お水を入れておいたお鍋に、昨日買ったアライグマさんのお肉を入れてみるね。ほう、鍋に材料を入れて調理するのか。うん、さらにここにラーメンヌードルを入れたらどうかなって思って。ふむ、肉との煮込みラーメンか。他に食材になるものがもっとあったらいいんだけど、野草や魚なども入れて調理できそうだよな。
お魚さん食べたいねー。森の中だし、食べられるキノコとかもあるかしら？ぜひ探してみよう。わぁ、できた。おぉ、湯気とともにいい匂いがする。食べてみましょ。いただきまーす。あら、このカップラーメン美味しい。煮込んだお肉がホロホロだしいい感じ。わ、私も食べていいか？もち、一緒に食べても十分な量よ。もぐ、もぐ、ごくり。ほう。煮込みラーメンに肉の絶妙な旨味が相まっている。温かいもの食べたから、体がポカポカになる効果もあるみたいよ。短時間だが、料理によって特性がつくのか。食材があれば、他の料理の特性も調べられるんだけど。っていうかもっと食べたい。そこが本音ですね。まあ、これからどうするかを考える必要もあるのだが。むむ、あれはなんだ？なになに、また食人族さん？霊夢、後ろの方だ。三つの十字架が置いてある先だ。よく見てほしい。むむむ。白い何かがある？静かに近づいてみよう。あれれ？座ってない？あれは、人じゃないか？女の、人？なんと。あ、逃げちゃう。待って。なんということだ。生存者だ。食人族さんとも違う雰囲気だよ。やっと生存者さんに会えた？立ち止まった。怯えているのか？こんな島だもの。無理ないわ。遠すぎてよく見えないが。食人族のように体にペイントを施していたり、武器になるようなものを持っている様子はない。遠くからこっちを見てる？警戒しているのかしら？敵意は感じられないんだぜ。やっと。やっと、生存者さんを見つけられたね。まさか、こんなところで人に会えるとは。むむ、後ずさっているわ。私たちが敵でないことを示すため、武器は所持せずに様子を見ていこう。もう少しだけ。ゆっくり近づいてみない？って、ちょっと待ってくれ。なんだか様子が変だぞ。よく見てくれ、あの足。足？あれ？一本多い？うお、すごい脚力だ。待って、腕も一本多い気がするんだけど。霊夢、気を抜かない方がいいんだぜ。気のせいじゃない。でも、悪い人じゃないと思うの。怯えている様子だぞ。大丈夫、怖がらないで。ああ、逃げられちゃう、追いかけなきゃ。待て待て、追いかけてはますます警戒されてしまう。あっという間に走り去っちゃった。一体、何だったんだ？足と、腕。数が多かったよね。あれは人だったのか？敵意とか、怖い感じはなかったよ。む。確かに今までにない雰囲気だったんだぜ。とても綺麗な人だったねー。すごい速さで森の中に消えちゃったけど、また会えるかしら？全く予想もつかん。ケルビンさんは見てなかった感じ？黙々と建築材料を集めていた様子だぜ。そっかー。不思議なんだけどさ、あの人。どこかで見覚えがある気がするのよ。ふむ。また出会うことがあるよう願おう。ひとまず、物事は一つずつ進めていこうか。そうだね、一個一個こなしていかなきゃ。今日は、これから少し探索へ出たい。あら、丸太小屋修理しないの？修理したいのは山々だが、少し別の場所も見て回りたい。襲撃のおかげで骨の装備を手に入れられたことだし、洞窟へ向かってみないか？わお、マリサが怖い格好になった。これは骨の装備を着用したまでだぜ。装備を手に入れられた今のうちに探索するのもいいと思ってな。そうだ、一番最初に見つけた洞窟も調べておきたいよね。確かこの洞窟だったな。うん。この作業員さんたちのところだね。この場所は GPS ロケーターに表示は出ていないが、この奥は間違いなく洞窟だと思う。入り口付近だけでもすでに暗い。木の板を壊し、松明の明かりを元に奥へと進んでみよう。木の柱が立ててある、洞窟の崩落防止に作ったのかしら。湿った岩の匂いに混じって、何かが腐ったような匂いがする。発煙筒を用意しておく？いや、足元を見るに、ここは光源の強い松明がいいだろう。ひやー、骨だらけ。う？これは野生動物の骨だけとは思えない。肉と骨の山が奥まで続いている。木箱が残されてる。中身を確認したら出たいところだが、まだ奥があるからな。慎重に進んでいこう。鍾乳洞みたいな洞窟だけど、肉食の動物さんが住んでいたとかはないよね。天井に人の足や骨を吊るす生き物か。洞窟の中がこんなんだから、作業員さんたちも木の板で塞いで逃げた気がする。しかし、作業員が洞窟の外で倒れていたということは、彼らは外で襲われたとも考えられる。奥は崩落しているけど、何か紙が落ちてるわ。ふむ、それもまた何かの設計図のようだぜ。本に載ってない知らない建築物を作れそうね。
て、よく見たら崩れた岩の奥にブニブニがある。リブリーザーがあった洞窟でも見たいような物体だな。触れても特に動きはないが、決して気分のいいものじゃないんだぜ。あれ、そういえばここって GPS 使えてない？そうだな、岩盤が熱くないのか GPS を確認できている。しかもそっちの方から新鮮な風が吹いてる気がするよ。おや？どうやらもう外に出たんだぜ。わあ、この洞窟は小さかったのね。中は異様な光景だったが、こんな小さな洞窟もあるのか。水があるおかげで体についた嫌な匂いを落とせるぜ。GPS に白い洞窟の印があるのとないのは、大きさの問題なのかな？何が違うかは実際行って確かめるしかない。洞窟はまだ複数あると思われる。よし、別の洞窟へ到着したぞ。むむ、ここは印がついているわね。ここに物資が落ちているが、この場所は、私たちが墜落した地点に最も近い。右下のミニマップにヘリのマークがあるんだぜ。本当だ、こんなところに洞窟があるだなんて気づかなかったよ。草や木、岩に囲まれているしな。この中も GPS を受信できればいいのだが。リゾート地開発のために地下を調べていたら、こういう洞窟を見つけたのかしらね。確かに地盤調査は必要だと思うが、他にもありそうな気がする。あら、この中は GPS が使えないわ。早速人骨が転がっているんだぜ。まるで食い荒らされたような荒れっぷりだ。資材も残っているが、持てないものは後回しにしよう。腐った人の腕が並べられてる。お高そうな腕時計がついているし、犠牲になってる人が多すぎない？そうだな、作業員や隊員だけのものとは思えない。おそらく、リゾート地として観光に来た客も多く犠牲になっていると思われる。これじゃ肝心のパクトンさんを見つけられても判断できないかも。ひとまず、今は慎重に進むしかないんだぜ。見たくないものまで見えてしまうが、明かりを絶やさず進むぞ。すごい数の頭蓋骨。絶対何かいそう。目の前は崖だ。高さはさほどないがこの下には降りられるかな？そこに下り道があるわ。懐中電灯で照らしきれない広さがある場所らしい。天井からお水が落ちてるから、松明の明かりを消さないように気をつけて。随分と足場も悪そうだ。ん？何か動いてない？静かに、誰かいるんだぜ。ひえ、青白い肌の。あの人たちの声？気をつけるんだ、気づかれたようだぞ。あれは絶対人じゃない？先手打つよ。長距離を狙えるに見合おう。どうだ？あう、明かりが使えないから見えない。ヘッドショットだ、一体倒せたようだが他にもいたはずだぞ。広すぎて明かりを持たないとどこにいるのか見つけられない。ここだ霊夢、この人型は顔のない山怪物だ。やだ、こんなところにいたってことはやっぱりさっきの人たち。ずっと何をので倒せたが、片手に明かりがないとこの先辛そうだぜ。もう一人いたよ。やはり彼らの足は速い。思いっきり力を込めて、攻撃。ほう、ダメ攻撃で怪物をひるませることができたんだぜ。他にも残ってる？いや、これで全て倒せたようだぞ。私も攻撃を受けたけど、骨の装備を着ていたおかげで全然痛くなかった。やはり装備があるとないとでは違うんだぜ。ところどころ明るい場所があるけど、何が光っているのかな？これは、工事用の照明で照らされているようだ。使えそうな資材が残ってるわ。おお、散弾銃に使えるスラップ弾もあるのか。散弾銃は持っていないが、このスラップ弾はカバンに入れておこう。見てマリサ、人の手の中に十字架が握られてるよ。ふむむ。あの怪物たちに効果があったかは一目瞭然だな。その格好のマリサになら効きそうな気がする。おいおい、私には効かないぜ。しかし、洞窟には多くの十字架が残されていることだし、念のため十字架はカバンの中に入れておこう。いや、ここにも作業員さんがいらっしゃる。ん？そこの作業員の手元に紙が落ちていないか？これだね、拾ってみるから明かりを近づけてもらえる？これでどうだ？読めそうか？何か写真が載ってるメール文みたい。ソラフィットの参照だって。参考に、これが私たちが探しているものです。だって。ソラフィットとは、その写真に写っているそれか？何これ、石？ソラフィット。鉱物学的にも聞いたことはないがな。作業員たちはどうやら、そのソラフィットを探していたのか。もしかして、この壁にある鉱石がそう？キラキラしている石が洞窟の壁に生えてる。なんだか金みたい。金よりも変な光り方をしている気がするぜ。でもさ、わざわざ探していたってことは何か価値があるんじゃない？採取しておきたい気持ちは山々だが、何よりまずは、この洞窟の探索に集中すべきだぜ。こっちに下へ降りられそうなロープがあったぞ。ソラフィット、気になるけどそれよりも怪物さんに警戒しておかなきゃね。ひとまず目印としてここに明かりを立てておく。こんなところに道が。
暗すぎて見落としちゃってもおかしくないわ。ここは他にも道がありそうだが、一つずつ調べていこう。懐中電灯の明かりでもぼんやりとしか見えない。このロープは伝っても大丈夫そうだぞ。これを伝えば、またいつでも上に戻れそうね。上にある水が滝のように流れ落ちている。まだ下へと続きそうだが、向こう側に明かりがあるな。足元が超ギリギリ。滑って落ちたら大変だわ。そこの崖のような足場を伝えば、向こう岸に渡れそうだぞ。この奥にあるのも作業員さんの照明みたい。おや、またソラピッとなる鉱石が見えないか？本当だ、ここにもあるのね。もしかして、この洞窟のあちこちに生えてるの？ふーむ。このソラピッとなる鉱石は、何かに似ている気がするんだよな。ああ、それ私も思ってた。おっと、ここにまだ通れそうな道があった。また木の板で塞がれているが、洞窟の奥は続いているんだぜ。どうしてわざわざ木の板で塞いでいるのかしら。うわ、それはこの人骨のせいなんじゃないか。どこもかしこも骨だらけ。この辺りの骨は古そうな気がする。これだけの大ごと、作業員さんたちも見ているはずだし、かなりの事件になっていそうなのにね。通報が間に合わなかったか、または企業としてあえて黙っていたか。大企業って目的のためならこういうの隠しそうだよね。そんなにリゾート地を作りたかったのかしら。十字架が水の中に続いている。念のためこの中も調べておこう。お、この前拾ったリブリーザーが役に立つわね。ブクブク。見てくれ、水の溜まった先に洞窟が続いているぞ。どうか天井が崩落して閉じ込められませんように。うう、水の中でじわりじわりと酸素がなくなるような体験はしたくない。食人族さんや怪物さんだけじゃなく、こういうのもかなり精神に来るよね。まだ先が続いているのか。かなり広いな。怪物さんとかはいないみたいだけど、この道はどこに続いているのかしら。この先から異様な雰囲気を感じる。何かっていう音が聞こえる。私たちはかなり深くまで潜ってきた。外からの風切り音ではないのは確かだ。気をつけて、マリサ。むむむ。これは？わあ、金色の変なものがある。霊夢。この異質な物体、見覚えはないか？金色で長細い。ああ、リブリーザーを見つけたあの洞窟にもあったね。中央で青白く光っているその物体にも見覚えがある。本当だ、この前拾った変なものに似てる。あれ、でも、なんか表面の模様がちょっと違うよ。この前のと関係があるのだろうか。この空間はこれのためにあったのかな。しかし、リブリーザーの洞窟で見た空間とはまた少し異なる。確かに岩の壁は角張ってない。この金色の物体だけは同じように見えるがな。ああ、そうだ。ソラフィットって鉱石、これに似ているんだ。というわけで今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。ご視聴、ありがとうございました。Thank you for watching だぜ。